では、全長3階居住区のネタも紹介していきましょう。ここは潜入でもあるように、監視カメラになれるためのフロアです。まずは無線を聞いてみましょう。スネーク、監視カメラが設置されてる。監視カメラの視界に入ったら警報を鳴らされてしまう。見つかっちゃダメだ。ジャフグレネードを使って電子妨害を仕掛けるのもいいね。そうすればしばらく監視カメラを無効にできる。あとカメラの真下は死角になってる。それも利用するんだ。この監視カメラは難易度によって動きが変わり、ノーマル以下だと固定カメラで、ハード以上だと左右に動くカメラになります。このフロアに到達する頃にはプレイヤーは操作に慣れてきており、壁伝いではなくローリングで進みたくなっちゃいますが、このように固定カメラだとカメラに映ってしまいます。もしそれでも固定カメラでローリングして進みたい人がいたら、壁にこすりつけるようなローリングを意識してみてください。クリア。そういう意味ではむしろ可動カメラの方がローリングしやすいです。というか動きに合わせちゃえば走って通り過ぎることができます。難易度高い方が早く進めやすい RPA の世界みたいですね。カメラの動きとしてもう一つ紹介したいのが異常の検知です。このようにカメラの死角内で敵兵が倒れていると、検知して増員が来てしまいます。戦況は3階居住区で異常発生、至急確認に向かえ。今回はこの兵士が増員兵なので追加で来ることがないですがね。この異常検知の時のカメラの動きも可愛いですが、やはりメタルギアソリッド同様、一番可愛いのはジャフを投げた時ですね。ジャフで無効化しちゃいましょうね。このフロアまで来ると操作に慣れてくるという話をしましたが、前のフロアでロッカーハメに慣れていると、ここでもロッカーハメをすることができます。それがこちらです。いやー、ロッカーは楽しいですね。そして次の紹介はこの非常ベルです。実はこのベルにも遊び要素があります。この非常ベルを打つと音が鳴り、敵兵がこの音を聞くと、上の階で音が鳴ったという勘違いをするのか、なぜか上のフロアに敵が戻っていきます。そのためこの非常ベルを打ち続けると、こんな感じでずっと上のフロアに留めることができるので、その隙に安全な場所まで進んでやり過ごすという攻略に使えます。皆さんもぜひ